どうもたまです。今日も一日お疲れ様です。今日はたくさんのペットと一緒に暮らしていきたいと思います。このワールドにはなんとペットが550種類以上いるらしいんですよ。それってすごくない？そんなペットたちをね、お世話したりコレクションしたりすることができるみたいです。しかも家具とかでね、ペットたちとのお家をデコレーションしたりすることもできるんだって。めちゃくちゃ楽しそうだよね。ちなみにこの子がね、私の1匹目のペット、ワンちゃん。名前はね、アッシュって名前です。なんか色がね、アッシュグレーみたいな感じだから。にしてもめちゃくちゃイケメンだよね。ほら、ワンちゃんってよりもちょっと狼っぽく見えるね。ペット飼いたいもしくは飼ってるよって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで早速、レッツゴー！さあ、じゃあ早速始めていきましょうか。なんか上にいろいろとマークがあるんだけど、ジムでペットを訓練するとか、ペットの体をきれいにするとか、飲み物をあげるとかができるみたいだね。とりあえずじゃあちょっとこれはどういうことなんだろう。きれいにしてあげればいいのかな、虫が飛んでるっていうことは。そういうこと？おいでアッシュ。うわ、もう走り方めっちゃ可愛いんだけどね。じゃあこのペットショップに行けばいいんだね。可愛い、ツリーハウスのペットショップだ。ここで体洗ってあげればいいかな。よーし、もういっぱいいるね、ペットたち。え、この子たち飼えんのかな。はい、お風呂。どうだ、これで、これで虫いなくなる。おー、アッシュよかったね、すっきりしたね、アッシュ。よし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 。じゃ今度は喉乾いてるんだね。なるほど、上のやつを見ればいいのか。はい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 、アッシュ飲み物飲み行こうか。デュアとかすごいね、みんな見て、こんなにいっぱいペットいる、かわいい。パンダとか、え、待って、めちゃくちゃかわいい。うわ、え、かっこいい。ハッシュ、ハッシュからなんかただなるオーラが出てるんだけど、新しく病院マークが追加されてる。よし、どんどんお世話していこう。じゃあまずはちょっと病院から行こうかな。一大事だもんね、具合が悪いみたいだから。あっちだ、病院だね。よし行こう。お、病院はこっちだね。え、すごい、なんか和風な門がありますよ。ねえ、砦みたいな面白い世界観。あ、ここで治るんだね。うわー、あなたがナース？めっちゃ可愛いんだけど。なんか隣に並ぶと、私すごい素朴じゃない？おお、めっちゃおっぴってくる。それよりも、アッシュ、はい、これに入ったら治るっぽいよ。ねえ、顔が可愛いんだけど、本当に。これなんか癒しの風呂みたいな感じなのかな。アッシュ、あ、よしよし、なんか、経験値だって。この緑のゲージが溜まるとレベルが上がるらしい。はいはいはい。アッシュおいで。なんだこの左上のチェックは。プレイヤー報酬だって。車受け取れる。はい。あと、ムッシーってやつも受け取れました。なんか身につけることができるらしいよ。あ、これか。はい。かわいいけど、どんな。うわ！ムッシー！ちょ、待って待って待って。すごい！すごい虹色のオーラが出てるんだけど。ムッシー？ムッシーが可愛いな。この子もある意味ペットみたいな感じだね。でもお世話はできなさそう。よし、アッシュ元気になったっぽいね。じゃあ先にお腹空いてるからご飯食べに行こうかね。さあ、ここフードって書いてあるお店でご飯が食べられるんだね。こんにちは。おお、スーパーなのか。え、じゃあこれさ、うわ、可愛い。これなんだっけ、スターフルーツだっけ、なんかあるよね。じゃあ水とかも買っていくか。これどこでもね、与えられるように。おにぎりとかもあるんだ、おっきいおにぎりだって私の頭のサイズと同じぐらいの大きさあるよこれ買ってこう。おにぎり1個といろんな種類買いたいな。いちごミルクとかも買えんの。ちょっと買おう買おう。あとはこれスターフルーツだよね、やっぱり。これも1個買って、リンゴも1個買おうっと。じゃあ、じゃあリンゴあげてみるか。あ、浮いてる、すごいあ、かわいい、食べてる、めっちゃかわいいじゃん。あ、年齢アップだって。成長するんじゃない。ちょ、待て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 、落ち着いて、アッシュ、アッシュ落ち着いて、アッシュ、アッシュちょっとこっち来て、こっち大丈夫、アッシュ、よし、はい。おお、なんか年齢上がったみたいだよ。で、まだお腹空いてるみたいだね。そうだなあ、お肉も売ってるんだ。お肉買おうよ。アッシュ絶対お肉好きでしょ。あー、食べてる、かわいいね。あ、めっちゃ喜んでるじゃない、ほら。なんか表情一つ一つがかわいいんだけど。と、満足した。あ、なんかベーシックな卵受け取れるよ。やった、これペット生まれるんかな。
よし、どんな子生まれるんだろう。動いてる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 、大丈夫か大丈夫か、めっちゃ活発に動いてるけど、レッツゴー言うてる。卵がレッツゴー言うてる。あ、この卵もまた受け取れるらしいよ。じゃあそうだな、ちょ、ペット羽化したいから、このジェム使って羽化させちゃいましょう。さあ、どんな子が出てくるんでしょうか。はい、あ、浮いてる浮いてる、どんな子だ。おー、ブーちゃん、かわいい、こんにちは。え、めっちゃ上目遣い。え、なんかちょっとさ、シャイな感じしない？ねえ、恥ずかしがってるのかな？名前はチッチにしよう、チッチ。そしたら、こっちのね、卵も孵化しちゃいたいと思います。スキップ！さあ、今度は？なんかさっきの卵とはちょっと違うもんね。おー！ポニー！こりゃまたかわいいね。よし、名前はキャラメルだ。で、どうやらね、こうやって抱っこしたりもできるんだって、かわいすぎない？じゃあキャラメルとね、ペットのジムに行っていきたいと思います。よし、運動しよう。さあ、うわ、めっちゃ本格的なんだけど、どう運動するんだ？これとか、ほら、おーおーおー、すごい。さすが馬だから走りが爽快だよ。かっこいい、すごいね。あ、疲れちゃった、疲れちゃったか。そしたら今度はじゃあチッチ、チッチに交代しよう。チッチ、よーし、抱っこしようね。ね、見て、めっちゃ可愛くない？ちょっと虫がかゆいかゆい。そしたらですね、ここで一回この進化したペットっていうのをね、作っていきたいと思います。まず4匹を組み合わせると1段階目の進化になって、で、さらにその進化したペットを4匹組み合わせると、このなんか光るペットになるらしいんだよね。だからそのペットを私ちょっと作っていきたいと思います。で、せっかくだからね、最初のペットアッシュをね、進化させてキラキラするペットにね、していきたいと思います。なので、一応ね、この卵を買って出てくる可能性もあるらしいんだけど、まあ確定でね、買えるのはこっちだね。こっちはロバックスで買えるみたい。じゃあアッシュを、まずはあと3匹買えますね。はい、これでですね、私の持ち物にアッシュが4匹います。え、これをさ、どう組み合わせるんだろう。あ、どうやらね、ここの神殿で進化できるっぽいです。はいはいはい。じゃ、早速、進化していきましょうか。え、楽しみなんだけど。え？あ、なに？ペットのレベルが同じじゃないとダメってこと？はい、ということでですね、あれから何日もかけて、ペットたちをお世話しまくりました。見てください、じゃーん。いや、まずさ、ワンちゃんの量やばいよね。ワンちゃんは全員で16匹います。他にもね、こういうね、蜂のペットだったり、めっちゃ可愛くない？ね、うわ、可愛い！動きが本当に可愛い！猫ちゃんだったり、あとはね、イルカもいるんだよ、ほら、めっちゃ可愛いよね。あと、ゾウさん、ゾウが可愛い。本当に、一つ一つ動きが可愛い。そしてね、ハムスターもゲットしました。ハムスターにしてはでかいな。ハムスターにしてはでかいけど、まあ可愛いでしょ？あとはね、アザラシのペットもいる。うわ、もう、キュンキュンするよね。まあ、こんな感じでね、いろんな種類のペットをね、育てたりしてたんですけど、まあ、今回はね、言った通り、ワンちゃんを進化させたいんですよ。で、進化させるにはね、どうやら、まず一匹一匹のね、レベルをマックスまで上げなきゃいけないらしいんですよ。つまり、まずは普通のワンちゃんをね、レベルをマックスにします。で、そのレベルをマックスにした4匹を組み合わせると、このように第1段階進化するんですよ。で、さらに、この1段階進化したワンちゃんを4匹組み合わせると、この第2段階の進化になるんですよね。だ、つまりは合計で成長したこのワンちゃんが16匹必要だったわけですよ。ここにいるね、ワンちゃんたち全員ね、レベルマックスなんですけど、めちゃくちゃ時間かかりました、本当に。さてさて、ではね、こちらの神殿でワンちゃんを進化させていきたいと思います。うわー、楽しみ！じゃあ、進化するペット。これを、はい、選んでいきますよ。じゃあ、アッシュに対して、他のワンちゃんたちを入れていきましょうか。よし！まずは4匹だよ！いくよ！はい！うわ！すごいすごい！なに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 ？うわー！
どんどんなんかボート乗っちゃった、ボート乗っちゃった、ちょ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 、やばいやばい、めっちゃ暴れてるめっちゃ暴れてる、落ち着いてアッシュ、落ち着いてアッシュアッシュ、あもうアッシュじゃなくなってるけど色が、ねえ見て色がさ、黄色とオレンジの色合いでめっちゃくちゃ可愛い。なんかさ、私あの看板に書いてある紫っぽい色になるのかなって思ってたけど、そこランダムなのかな。喉乾いてるっぽいからね。ほらお飲み。で、あ、進化させるとまたレベルが一番最初に下がっちゃうんだ。っていうことはまたさらにこの子をね成長させなきゃいけないみたい。なるほどね。まあでもその前にまずは第一段階に進化したワンちゃんを4匹にしていきましょう。え、次はさ、また色変わるんかな。めっちゃ楽しみなんだけど。いくよ。はい。さあさあさあ。おお。うわあ。めっちゃかっこいいじゃん。さっきのねオレンジの子も可愛かったけど、この子はかっこいいね。なんかちょっと最後まで進化させるのも少しもったいない気もしてきちゃうな。うん。じゃあまた進化させていきましょう。さあ、いきますよ。はい。今度はどんな色になるんだ。うわ、また色が違う。ブラウンだよ、ブラウン。うわ、かわいいな。ということでね、3匹目の第一段階進化したワンちゃんがこの茶色い子です。じゃあもう1匹進化させていきましょうか。なんかまた違う色だったらね嬉しいけどな。さあどうだ、なんかこの進化していく過程もかわいい。あ、違う色だ。イエローだよ、イエロー。白とイエローの組み合わせじゃない。なんか珍しい。いや、イケメン。やばーい。ということでですね、これで4匹ね、第一段階進化したワンちゃんが用意できました。みんな違う色で超可愛いね。進化させるのもったいないんだけど、でも今回はやっぱね、最大限進化させていきたいので、まずは、この子たちそれぞれをね、マックスまで成長させていきたいと思います。よーし、じゃあまずは、この子育てよっか。眠たがってるので、カフェに行きましょう。そしてね、ここでおねんねしようね。もうね、あ、その足の動きやるよね。私もワンちゃん飼ってるからわかるけど、めちゃくちゃ可愛い。癒されるなぁ。さあ、今度は温泉行きたいんだって。温泉温泉、いいね。これから温泉が気持ちいい時期になるからね。めっちゃ暴れてる、めっちゃ暴れてる。はしゃいでる、はしゃいでる。ペーターくんとグミちゃんと一緒にはしゃいでる。あー、可愛い。お、もう年齢アップだ。よーし。どんどんレベルアップさせていくぞ。そしたら、ペットたちをね、成長させつつ、このね、私のマイホームをデコレーションしていきたいと思います。今こんな感じで地味なのでね、ちょっとせっかくなんで、可愛いお家作っていきましょう。そうだな、壁から選んでいこっかな。壁の色変わるだけで、だいぶ雰囲気変わるからね。じゃ、壁は、パープルにしようっと。うわぁ！かわいいじゃん！よし！いっぱいパープルにしよう。よーし！ほら見て！壁一面パープルになった！で、こんなことをしてると、ワンちゃんがね、お風呂入りたがってるので、実はね、お家の中にもお風呂あるんですよ。ほら見て！めっちゃかわいくない？アヒルさん次のお風呂。気持ちよさそうだね。そしたら今度は、床変えていこうかな。え？ダイナーピンクってめっちゃ可愛くない？これにしちゃおうっと。やばー、可愛い。めっちゃ可愛いじゃん。もうゴリゴリに可愛いお家作ろうっと。よーし。そしたらまずはここのリビングの部分作っていこっかな。ちょっと一旦ここら辺のね、シンプルな家具はしまっちゃいましょう。え？見て！ハートのソファーとかあるよ。これ置こうよ。壁に置いてる。壁に置いてるぞ、これ。ちゃんと、ちゃんと床にね、こうこうこう、そう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 。向きとかもこうやって変えられるんだね。はい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 。やっぱ、ソファーといえばね、2個ぐらい置くのがいいよね。こんな感じでいいかな。そしたらこのガラスのテーブルにしよっかな。ほら、こんな感じでいいんじゃない？だいぶいい感じ。そして、眠たがってるね、まず。こっちにベッドあるんよ。ほら、おやすみ。あ、ペーターくんも似てるんだけど。めっちゃ可愛いですよ。ねえ。あ、年齢アップ。よーし。さあ、引き続きデコレーションやっていきましょうか。え、なんかさ、テレビ、あるじゃん、あるじゃん。これは壁掛けっぽいな。まあ、壁掛けでもいいな。うん。あとはランプとかもね、置こうかな。で、色も変えられるっぽいよ。ほら、ベースの色と、電球の色とかも細かく決められる。めちゃくちゃ可愛いじゃん！これね。あとは窓とかも取り付けられるらしいよ。ハートの窓だって！何それ！
よーし、こんな感じで窓ね、つけてみました。めちゃくちゃ可愛いね、これね。で、今度はキッチンの方やっていこうかな。まずは、色を変えよう。うん。こんな感じの色でどうだ？で、これコピーできるんだ。なるほど。ここら辺は一旦消して、こんな感じで置いていこうか。よーし、一旦下の方はこんな感じでよくて、あとはね、壁とかにもね、こういう棚つけられるっぽいんですよ。こういうのおしゃれだよね。つけていきましょう。で、色ももちろん変えていきます。紫とピンクの組み合わせがめちゃくちゃ可愛いんですけど。よーし、こんな感じでいいかな？だいぶいいじゃない？さ、お水飲みたがってるね。ほら、お飲み。お、年齢アップだ！こういうコンロとかもあったのか。なるほどね。そしたらこういうのも置きたいよな。さあ、うわ、コンロもめっちゃ可愛くなった。こんな可愛いコンロないよね、普通。で、コンロ置いたら、だいたいこの上にはね、換気扇というものが置かれるので、こちら置いていきましょう。うん、なんか、斜めになってるのなんなの、本当に。これでいいんじゃん。めちゃくちゃ可愛いぞ。じゃあ、冷蔵庫も、こんな感じでいいかな。お、ワンちゃんがレベルアップしますね。あ！マックスレベルに成長しました！ほらほら、成長したって書いてあるでしょ。そしたら、また違うワンちゃんに切り替えていきましょう。いや、この子ほんとにかっこいいなぁ。うん。なんか私、キッチンの前にカウンターテーブルがね、あるイメージあるんですよ。なので、このバイキングのテーブルって書いてあるんだけど、これ置いてみようかなって。ほら、こんな感じで。ここ通れるみたいな。いいね、いいね。で、大体ね、このカウンターテーブルに向かって、椅子があるんだよね。このハートのやつ、でもちょっと低いかな。あ、この辺の椅子高いんじゃないか？これ買ってみるか、これ。どうだ？あー、いい高さ、いい高さ。はい、かわいい。はい、置けました！めっちゃいいね！よーし、じゃあ、キッチンはこんな感じでいいかな？じゃあ、今度は、キッチンの近くに、ダイニングテーブルとかをね、置いていきたいと思います。みんなでよくご飯とかを食べる場所だね。ほら、ダイニングテーブルハートって書いてる。これめっちゃ可愛くない？でもこんなんね、普通の一般のお家にないからね。ディズニーのミニーちゃんのお家にあるかなっていうぐらいよ。まあでもゲームなんで、とことん可愛くしていきましょう。で、これに合わせて、さっき買ったね、この椅子を置いていくんだね。よーし。やっぱりサイズ感がおままごとなんよね。はい、今ですね、リビングが完成しましたので、今度は寝室を作っていきたいと思います。いや、殺風景ですね。ダメよ、ダメダメ。やっぱり寝室もね、可愛くしていきましょう。じゃ、まずはやっぱり壁を変えていこうかな。さっきね、めっちゃ可愛い壁見つけちゃったんですよ。ねえ、見て！こんなんもういい夢しか見れないよ。見て見て見て、もうハートハート。超可愛いね。でもこういうの大好きよ、本当に。で、床は、まあ、寝室なんで、カーペットにしようかな。よーし。やっぱ壁とか変わるだけでだいぶ違うよね。で、ベッドなんですけど、いやーちょっとね、ここら辺のね、ザ・プリンセスみたいなベッド欲しいんだよな。よし、これ、置いちゃおう！うわー、すごい！うわ、もうディズニープリンセスになれるやん、こんな。ねえ、色味もちょっと調整しよっかな。この淡い薄いピンクにしよっかな。いいね。で、ペット用のベッドもね、こんなハート型とかあるんだよね。これいいじゃん。この隣に置こう、隣に。あとはね、めっちゃ可愛いドレッサーとかもあるんだよね。こういうの。メイクとかもしたいから、置いちゃおっかな。うわ、可愛い！ねえ、ハリウッドスターの気分よ、こんなん。へえ、おしゃれ。お！この子も完全に成長しきりましたね。じゃあまた違うワンちゃんに切り替えていきましょう。で、今ね、寝室もできたので、今度はこっちにね、お風呂場を作っていきたいと思います。まあ、トイレもあるから洗面所かな？先に壁紙とか選んでいこう。で、洗面所だから、まず床はどうしよっかな。大理石もありだよな。うん。大理石にしよう。高級感を出しましょう。壁の色なんだけど、さっきまでね、ピンクとかね、紫使ってきたので、今回は、水色にしよっかな。なんか水色って清潔感あるからさ、洗面所の色水色にしたらいい感じになりそう。よし！こんな感じでどうだ？シンクの前には鏡を置くと思うんだけど、そのね、鏡はこのハートの鏡にしていきたいと思います。よーし、いいねー。で、こっち側にお風呂を置こうかな。なんかこれ大きくて良さそうじゃない？うわ、ほら、でかいよ。やっぱ贅沢な暮らしにはね、でかいお風呂が必要だよ。で、これ、あー、私も入れるんだ。
すごい。でも肝心なペットが入れてないよ。ペット用のお風呂は別で置かなきゃいけないのか。かわいいのあるよ。ほら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 。この貝殻の浴槽超かわいいよね。大きさ的にはこのくらいなのか。なるほどね。じゃあこっち側をワンちゃん専用のお風呂場にしようかな。で、ちょうど今お風呂入りたがってるから入れよっか。どう？あ、いいね。あ、かわいい。どう？貝殻、でも貝殻のお風呂ってどうなんだろうね。くつろげるのかな。おお、この子も完全に成長しきりました。じゃあ、あとはね、このオレンジっぽい子だけなんだけど、なんとですね、めちゃくちゃスペシャルなアイテム持ってるんですよ。それがこちら、フルエイジアップポーション。これをね、与えることで一気にマックスレベルまで成長します。さあ、使っていきましょう。いきますよ。ほら、いいよ。どん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 。はい、どん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 。はい、さらにどん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 年齢アップして。来るか？来たか？はい、来ました。このようにね、あっという間に成長しきりました。これで進化したワンちゃん4匹ともね、レベルマックスになったということで、さらにこの4匹を進化させられます。と、その前にですね、私のお家が完成したので、そちらを紹介していきたいと思います。まずは、私のお家の外観をお見せしましょう。こちらでーす。じゃじゃーん、うさちゃんのテントになってるんですよ。めちゃくちゃ可愛くないですか？ほら、サイズ感もこんな感じなの。ね、可愛いでしょ？色合いもいいよね。パステルカラーで。ということで、じゃあ早速ね、中を紹介していきたいと思います。めっちゃ頑張ったからね、レイアウト。やっぱじゃあ、リビングから紹介していこうかな。まっすぐ進みますと、こちらはもうピンクと紫で可愛すぎる。ここはソファーに座ってゆっくりティータイムとかテレビを楽しめる場所でございます。お座りしてんの可愛いな。ペーターくんも可愛い。このね、棚の色合いとかも超可愛いでしょ。本とかも置いてみたんだよね。私結構ね、このソファーとクッションのね、色味が好きなんだよね。で、この肉球のやつは一体何なのかというと、なんとこれ、ベッドなんですよ。見て、めっちゃ可愛くない？てか本当に癒されるんだけどね。めちゃくちゃ癒される。あれ、待って、ペーターくんも寝てる、グミちゃんもね、待って、癒されるんだけど、かわいい。このミニペット用のベッドとかもね、あったらいいんだけどね。で、ここがね、ダイニングテーブルです。ダイニングテーブルにしてはマジでちっちゃいんだけどね。あ、でも意外と座ってみるとそうでもないな。壁にはね、イラスト飾ってみました。この猫ちゃんのイラスト超可愛くない？あとはやっぱね、こっち側全面にね、飾ってるハートの窓もね、お気に入りです。てか待って。あのテントの大きさからさ、この部屋の広さはなくない？異次元なんだけど大丈夫そう？で、こっち側がキッチンですね。このキッチンも超可愛くない？ね、世界にこんな可愛いキッチンありますかっていう。ピンクと白とパープル。まあ、基本的にね、リビングはピンク、白、パープルで統一してます。ここに座って、まあ、あの、コーヒーとかも飲んだりできるし、まあ、こっちではね、はい、料理しますよ、料理。あー、すごい！あ、ちゃんと手洗ってる、貫通してる。手、貫通してる、めっちゃ。ねえ。では、ここはね、ガスコンロなんで、こうやって、ほら、オン、オフできたりするんですよ。ね？いいでしょ？あ、お、電子レンジとかも置いてますよ、電子レンジ。ほら、今、オンにしました。で、これが冷蔵庫だね。おー、カップケーキといなし食べてる。お、食べてる食べてる。豪快。食べ方が豪快なんだけど。なんだよ、ワイルドだな。で、皆さん、もしかしたらね、気づいてるかもしれないんですけど、ここにあるのはね、うんちです。うんちです。なんかわかんないけど、ペット育ててたらうんちっていうアイテムをゲットしました。何が光ってるのこれね。何なのこれは一体。よくわかんないけど、特に何かできるわけではありません。だからオブジェクトだね。うんちのオブジェクトって何？では続いてですね、ベッドルーム紹介していきたいと思います。こちらです。じゃじゃーん。で、見て、これなんか自由に書き込める看板だったんだけど、ベッドルームだからね、このスヤスヤのね、マークを書いてみました。いいでしょ？で、あとさ、このハートのバルーンとかも可愛いよね。で、もちろんペットはここで寝れるし、私もここで寝ることができます。あ、ペーターキュン、ペーターキュン。え、待って、やばい、めっちゃ可愛いんだけど。え、やばい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 。え、超可愛い。何？何なのこれ。幸せなんだけど。で、ここでは私、お化粧できる。あ、してる。え、なんだその頭ゴリゴリは。だって、ここの頭ゴリゴリ何？
パフパフパフ、頭かいいな、パフパフパフ、頭いてえな、パフパフパフ、バカか。バカなんかお前は。じゃ続いてはバスルーム紹介していきましょう。こちらですね。じゃーん。全体的にね、水色で統一してみました。ここでね、まずは手を洗います。ほら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 。で、ここにはね、洗濯機も置きました。ほら、ちゃんと回せるんだよ。で、これがトイレだね。なんかさ、よくわかんないけど、なんかね、ここにね、モニターがあるんですよ。なんかね、最新式かなと思って置いてみました。で、ここにも見てください、皆さん。うんちです。星付きのうんちです。これもなんかね、もらいました。何に使うかはよくわかりません。もう飾る用だね。で、ここがね、ペット用のお風呂だね。で、ペット用のお風呂の後ろにね、イルカのポスター飾ってみたんだけど、めっちゃ可愛くない？目がキラキラしてるの。こっちは、私用のお風呂です。ほら。服着たまま入ってるけど、いいでしょ？気持ちよさそうだよね、めっちゃ。いいなぁ。で、ちゃんとここにね、シャワーのやつとかもね、置いてるんだ。ほら。おー！浴びてる浴びてる！浴びてる！ペーター君も、ペーター君も一緒に喜んで浴びてる。かわいい！なんかこうやってペットたちと一緒に行動できるのめちゃくちゃいいよね。ということで、以上がバスルームでして、あとね、もう一室あるんですよ、こちら。じゃじゃん！ここ、なんとサウナです。ここにね、火をつけて、ここに座ってね。はい、今流行りのサウナですよ。みんなサウナ好き？ねえ、私はね、昔苦手だったんだけど、なんか最近ね、お姉ちゃんとかの影響で割とサウナ好きなんですよね。はい、ということで、ここはサウナルーム。いやー、なんかないからね、お家にサウナあるなんて、てか、近くない？近くない？燃えてるところにめっちゃ近いんだよ。はい、ということで、以上が私のね、ペットとのお家紹介でした。いかがですかね？めちゃくちゃ可愛くないですか？なのでね、これから、このね、ワンちゃんを、さらに進化させてね、ここで一緒に暮らしていきたいと思います。いやー、やばい、緊張する。いや、ちょっとさー、この時点でのね、ワンちゃんとお別れしちゃうことになるから、悲しいんだけどね。これでも十分可愛いから。ただ、もっと、素晴らしいペットになってもらうべく、進化させていきましょう。いけます。やばい、緊張するんだっけ、あれ？あれ？皆さん。あの、あれ？あの、皆さん、聞いてください。え、ちょ、待ってね。あれ？みんな？みんな聞いてくれるかな？どうやらですね、これ、同じ色を4匹集めて進化するみたいです。いや、無理でしょ。待って。ね、すでに何日かかってると思ってんの？いや、無理でしょ。え、そんなことある？めっちゃ頑張って成長させたのに。ほら。え？はい、ということで皆さん、すいません。なんか、最大限進化できませんでした。ぽわぽわぽわ。ぽわ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 。悲しみ方気持ち悪。第一段階の進化のワンちゃんって、全部で5色なんだって。その中の4色、被らずに出てきたんだよ。それってすごくない？ねえ、すごいことだよね。だから私はね、ここで進化できなくてよかったと思ってる。思ってるもん。進化できなくてよかった。だって、ねえ、このみんなとお別れしなくて済んだもん。でね、実は私、進化したペットの卵っていうのを持ってまして、これが何かっていうと、この卵からね、このような、すでに進化されたペットが生まれてくるんですよ。つまり、私がさっきね、ワンちゃんを4匹成長させて、この1匹のワンちゃん作ったと思うんですけど、それをしなくても生まれてくるっぽいんですよ。この卵からは。なので、こちらの卵2つね、孵化させていきたいと思います。さあ、じゃあこの卵の状態でお世話しましょう。じゃあ、私のお家に行って、まずはおねんねかな？マジでさ、この卵がついてきてるのも面白いよね。シュールだよね、なかなか。さあ、じゃあせっかくなんで、ベッドルームで寝ようか。ほら、おやすみ、卵。卵に向かっておやすみって言うことなんてなかなかないからね。あ、卵もお腹空いたって。じゃあ、パンでも食べる？ほ？食べてんの？それ。食べてるんか？よくわかんないけど。お、ジム行きたいって、ジム。さあ、運動しなさい。いや、可愛いんだけどね。いや、可愛いよ。可愛いんだけどさ。
面白いなぁ。うん。あ、あとちょっとで孵化するじゃん。てかすごいね。これプールがついてんのかな。プールちょっと乗ってみたい。痛い痛い痛い。なになんだこのかっこいい。かっこいいはすごくなかった。え、バナナ踏んだってこと今。おい、あー折れてる折れ。やばいやばい。一瞬やばかった今。今一瞬やばかったよ今体が。ふいふいふい、1、2、ふいふいふい、1、2。よいしょ。いや、力持ち片手で持ち上げてる。やばいやばいやばい。さあ、お風呂だね。じゃあもうせっかくなんで、私のお家のお風呂に入っていきましょうか。ほら、どう？気持ちいいかい？いや、卵にハエがたかってるって大丈夫？腐ってない？腐ってない？大丈夫？さあ、これで、ほっと孵化するぞ。ほい。さあ、何が生まれるんだ？すでに進化されたペット。おー！え？まさかの、まさかのワンちゃんじゃん。ねえ。いや、この子4匹いたらね、進化できるんだけど。ただこの卵あと1個しかないからな。さあ、じゃあこの卵孵化させていきましょうか。お！よし、これで孵化するぞ。はい。さあ、今度はどんな子が生まれてくるんだ？うわー！クランベリーゼブラだって。かわいい。ピンクっぽい、赤っぽい、シマウマだ。めちゃくちゃ可愛いんだけど。早速なんかちょっと体調悪いっぽいんでね、癒しの湯、癒しのプール入れていこうか。ほら、お入り。ね、見て見て見て。めっちゃ気持ちよさそうにしてんの、可愛い。ね、可愛いんだけど、本当に癒される。目おっきいね。なんか本当にさ、このマップのキャラクターたちみんなさ、ディズニーキャラクターみたいじゃない？本当に。超可愛いんだけど。はい、ということで今日の動画は以上です。ペットたち可愛かったって思った方は、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。SNS は Twitter、Instagram やってますので、概要欄にリンク貼ってあります。もしくは ID 検索でフォローして遊びに来てください。ではでは、明日も一日頑張りましょう。たまでした。バイバーイ。おつたま。